しょう。もう時間がないからじゃあ。すみません、ちょっと慌ただしいんですけど、あの取材対応もし何かご質問とあれば今の時間でお答えしますので、よろしければどうぞ。はい、ニュースの石部です。あ、どうも、いつもお世話になります。はい、前回のクリスマスの時は、はい、まああの一回と全部を中止されて、はい、今回あのバレンタインデーは通ったので、はい、まあ、分析といいますか、分析、まあ、はい、まあ、他の団体との兼ね合いっていうのが、まあ、一言で言うと理由になります。まあ、やっぱりクリスマスシーズンっていうのはいろいろと、他の団体さんもこうイベントとして、この色ね、いろんなね、ここだけじゃない他のところの会場も、お使いになられるということなので、まあ、その関係があってちょっと、クリスマスはできなかったんですけどね。今回はまあ特にそのバッティングすることなく、僕は借りれたという、そういうことです。あのなんか最近、新年になってからもちょっとこうミートゥー運動とこうするような形で炎上事件が、はい、スパのやれるとかああいうのありますけど、はい、その辺に関してはどうかな。あ、そうですね、まあ、どれだけあの成人君渋ったリベラルな方でもやっぱり悲しいというのはなかなか制御ができないのかなというのが率直な感想ではあります。まあ、我々もね、まあ、こうしていろんなメディアの方々から取材される立場になってますので、今回12回目ですか。12回目かな、何回かね、1回大雪でできなかったこともあるんですよ。なので、なんか警察の人ともだいぶやり取り慣れてきた。あ、もう、はい、我々警察の方とちゃんと、はい、あの定義正しくね、はい、フレンドリーに接するというのをモットーにしてやっております。はい、なんか言われたり突っ込まれたりしたことありますか。このデモの突っ込み。あ、まあ、こういう場では現場ではね、特にないですけれども、新鮮な面談を含む、する人はなんか持ってるとか、公式サイトに更新が滞るとか、いや最近ちゃんとやってないじゃん。心配していない。そういうのがあります。はい、あとは海外メディアとかあるか、はい、今、はい、why you come here? And then, can you help me explain why you come here? Why you protest for the Valentine's Day? そうですね、あのやっぱり、まあ、私たちは、まあ、恋愛ができない人、モテない人に対するその軽蔑、蔑視、それを、打破したいという目的で発動しています。で、日本のバレンタインっていうのは、非常にこう恋愛の要素が強いんですね。好きな人にチョコレートを渡す、そういうイベントになってしまっている。なのでその、まあ、恋愛できるできない、モテるモテないというのが、可視化されてしまうんですね。要はチョコレートもらえる人はモテる、モテない人は、まあ、もらえない人はモテない、そういう形で、まあ、要は恋愛できる、モテるモテないという非常にこう露骨に現れてしまうイベントなので、そこにモテなくなるんです。生まれてきやすいという余地がある。はい、よくあるのです、はい、まあ、私神経的にこういうことをしてるからモテないという、はい、よく、まあ、テンプレのようなツッコミになりますけど、はい、そういうことに関してはどう、はい、まさしくそういうことを言う人間がいるからこそ我々は活動しなければならないというふうに思っております。我々はですね、あのチョコレートが欲しいだとか、俺たちもモテたいだとか、そんなことは一言も言ってないけど、なんか幻聴が聞こえてるんじゃないかっていうくらいそういうのを言われるんですけれども、まさにね、そういった発言が出るっていうことは、それ言ってる人は恋愛することが当然だって思ってるからそういうことをおっしゃるわけですよね。その思い込みがそもそも間違いであるっていうのが我々の、考えの骨子ですよね。そこを、まあ、ご理解いただきたいと思います。強く強く思います。コメントでも大体半々ぐらいの感じで、はい、ありました。この、はい、あのデモが終わる頃には多分大多数が、はい、粉砕の方で、ありがとうございます。
大丈夫です。